も本田ウィーク高橋さんご視聴ありがとうございます。代表の高橋です。本日はですね、初荷で入荷してきました最新モデル、C125 ハンターカブ、2023年モデル、こちらの方が入荷してきましたので、ご紹介していきます。合わせてですね、こちらグリーンの方映ってますかね。はい、こちらの方は2022年モデル、2023年モデルとの、違いなども、ご紹介していきますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。こちらの方がですね、マットアーマードシルバーメタリック、はい、この2023年モデルの、ハンターカブから採用された新色となります。マットで、そしてメタリックな輝き、ちょっとですね、無骨な、デザインのハンターカブにも非常にマッチしているカラーリングなんではないでしょうか。私この色一押しです。色味ももちろん、変わりましたけれども、一番の違いはですね、やはり、国内4次エミッション対応させたロングストローカーを果たした新型エンジン、こちらなんではないでしょうか。ヘッドカバーのサイドカバーであったりとか、衣装ももちろん変わってます。こちらの方からちょっと見えないんですけども、一番の違いはじゃあ何かっていうとですね、オイルフィルターついたんですね。ここに見えますかね、小さい、これはオイルフィルターがついている、キャップになります。新型モデルはですね、このハンターカブのベースとなる C125 と同じように新型、新設計エンジンですねになりましたんで、待望のオイルフィルターがつきました。まあオイルフィルターがついたことによって、まあメンテナンスのその頻度とか、まあ、そういったものも若干変わります。で、合わせてですね、ここに、フィラーキャップ、オイルフィラーキャップですねがありますけれども、コインで回す、フィラーキャップに変更になってます。エンジンの方はですね、さっきロングストローク化を果たしてエミッション効果、そして、パワーアップにも、貢献してるんですね。2022年モデルまでは、6.5kW だったに対して、今回の新型エンジンは 6.7kW、はい、パワーがこの時代にまた上がるっていうのがまた、大きな、そして嬉しい変更点なんではないでしょうか。燃費の、比較をご紹介したいと思います。新型モデルはですね、今回、40ミッションの対応、そしてあのロングストローク化によるパワーアップ、そういったものもありますので、63.7kg/L。対してですね、今までの、まあ、2022年モデルまでですねの方の、ハンターカブは、67.2kg/L ということで、若干の、燃費の方のダウンが、今回の新型はあります。こちらの、ね、ガイドパイプっていうのがあるんですが、新型モデルからはですね、この前側の方に大きな補強が入りました。まあ、これによってですね、まあ、転倒などの、衝撃やダメージを、軽減させることができるってところなんでしょうかね。はい、ここもまた見た目も含めて違いが あります。リアサスペンションになります。リアサスペンションはですね、2022年モデルまでは、アジャスタブル、調整がなしの、モデルでしたけれども、今回のモデルからは、5段階のこのイニシャルというか、プリロードですねが調整できるような形になりました。ここも、大きな違いなんですかね。ちょっと気づかない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、サイドスタンドありますね、それの設置するところが幅広になりました。これ、ね、地味に嬉しい部分なんじゃないかなと思います。やはりハンターカブの、使用、まあ、用途としては、不整地とか、ちょっとしたあの軽輪道、まあ、まあ土とかそういったところですね、まあそういうふうな台頭のところに止める置きするときにも、ここが幅広になることによって、まあ転倒であったりとか、沈み込みであったりとか、そういったのを、防ぐことができると。ここはなかなか嬉しい変更点なんではないでしょうか。リア側の方の、リフレクターが、これ2020年モデルですね。まあ、ちょっとこのナンバーを取り付けているプレート自体の形状も違うんですけども、こちらの方はリフレクターがついてます。で、2023年モデルからはここが、省略なくなってますね。はい、こちらですね、2022年モデルの、ハンターカブです。ここですね、はい、こちら、ボルトの穴ですね、受け側が新
増設されました。今回のですね、2023年モデルの、ハンターカブからはですね、ホンダ純正で、多彩なオプションパーツの設定が新しくできました。例えばですね、フロントフェンダーですね、フロントのスクリーンですね、であったりとか、リア側の方のですね、サイドバック、まあ、サポートとバック、まあ、そういったもの、株主さんのですね、ちょっと心をくすぐるような、はい、多彩なラインナップが取り揃えてありますので、気になった方は、ぜひ、ご用命お待ちしております。はい、いかがでしたでしょうか。2023年モデル、新型 CT125 ハンターカブ、ご紹介させていただきました。様々なですね、変更点、そして改善点が盛り込まれた一台となっております。気になったことがですね、店頭で展示してありますので、ご来店、お問い合わせ、お待ちしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。